どうもこんにちは、のいちです。冒頭キシがすみません。ということなんですけど、今回ね、僕ね、怒ってる。僕は怒っている。だがそれでいいわけねえだろ。これは怒ってんだよ今日は。まあね、サムネ見てもらえればね、わかると思うんですけど、何に怒ってるかというと、まあ今日はね、甘露寺みつりさんの、まあ、コスプレを前回紹介したわけなんですけど、まあ年齢制限を食らったというところで、まあ僕は切れているんですね。ふざけるなジョジョ、ふざけるんじゃない。なぜ私の動画が年齢制限を食らっているのだ。うおー、はい。でね、詳しくご説明しますと、まあ、前回何投稿したかというと、まあ甘露寺みつりさんのコスプレって言ったんですけど、まあその甘露寺みつりさんのコスプレを、まあなんかそのめちゃめちゃやばいよというちょっとまあエッチなね、内容だったんですけど、まあそれをね、紹介したわけなんですよ。それがね、僕年齢制限かかんじゃないかなって、なんかその動画の中でね、ネタみたいな感じで言ってるんですけど、ガチでかかったっていうまあお話です。まあしょうがないんですけどね。でもね、まあちょっとね、ただ単に画像を紹介しただけでね、年齢制限かかるのはちょっとなーっていう、まあ悔しいですね。僕はそのギリギリセーフだと思ったんですよ。ギリギリコンテンツは引っかかんないだろうと、僕ギリギリを攻めたねつもりでいたんですけど、まあアウトと、まあいうとこで、まあ今回ノジッチの負けになりますね。悔しい、悔しい、僕は悔しい、悔しいです。ということで、悔しいから、今日はね、声行動で、人ぶっ殺していこうと思う。うん。まあ、そういう悔しい時はね、人ぶっ殺してね、その気持ちを、思うんだよ。うん。よし、ちょっと待って、人おる。ちょっと落ち着いていこう。落ち着け。落ち着くんだ。お前ならいける。やれる。泣くな、絶望するな、そんなの今することじゃない。最近、静かにして、殺される、大丈夫か。やめてくれ。ちょっと待って、行った方がいい。いやでもいるな、あそこにいるな。でもな、周りにいっぱい人いるから、あんま行かない方がいいと思うんだよね。おった、行くか。ちょっと待って、なんで引っかかんの。おった、多分気づかれた。申し訳ない。多分気づかれた。やばい。どこ行った？いたぞ。いたぞ。おい、ふざけんな。なんか開いてんだけど、変な開いてる。あ、やめて。バグってる。やめて。バグってる。